ゃねです。あおりちゃんです。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 りゅうちゃんです。りゅうちゃんです。りゅうちゃんと遊ぼうゲームズ。はい、ほうりちゃんです。はい、本日はですね、今年1年スタートした最初のね、オーダー紹介ですね。はい。今年はこれからスタートして、まあ、どのようにね、変わっていくかは今後、ね、今年の紙引きによるんですが、はい。ただ今こんな感じになっております。はい。いや、これ正直ね、やっぱり山田選手だった柳田選手のスピリッツが結構きついではある、正直ね。はい、今これ4100で使っております。本当はね、ちょっと、あ、村上さんもか。もうそろそろね、4100、まあ、200もちょっときついなぐらい。ね。最高が今ね、4400の吉田正尚選手、源田選手ね。はい、こちらのスピリッツが一番最高とはなりますが、はい、この辺ね、きついな。けどやっぱね、好きで使ってるし、まあ、ギータだったり、山田選手というのが、足が速いっていうことでも使っております。はい。そしてピッチャー陣がこちら、はい、ドン。はい。ちょっとね、BD さんきついなっていうのもあったり、まあ、バウアーさんがね、手に入ったんで、BD の枠がバウアーに変わるかな。うん。もう一人の青柳選手もちょっと考えなあかんなって感じ。うん。ただ中継ぎ陣抑えに関してもこの辺でいいかなっていう、まあまあ今後のね、本当に、紙引きして誰が来るかっていうところではあるけどね。うん。はい。で、打順がですね、今ね、こんな感じの打順にしております。一郎、ギータが1番、2番。これもどちらかが出たらちょっと盗塁を考えれるようなね、相手に盗塁があるんじゃないかと思わせるような、ちょっと走塁 AA の2人を入れました。で、正隆さんがいて、で、ノリさんがいると。で、ファーストのカズマ、DH で村上さん。で、まあ、二塁の山田哲と、源田さん、甲斐さんと並びますね。はい。で、まあまあ、山田選手にね、最近ちょっと、もう負けててやばいなっていう時は代打とかも出してたんですけど、まあ、基本的には源田さんのとこ、甲斐さんのとこが代打で、松中さんだったり、坂本選手だったりを代打。で、松中さん、ね、源田さんのところで松中さんが出れば、吉川さん、ね、これ、吉川さんね、足早いんで、はい、に切り替えてって感じですかね。そのままショートも守れると。はい。で、キャッチャーのところは、でここに、だから坂本さん、もう一回代打いけるなーって感じだったり、チャンスだったら森友哉さん、ね、好きな選手なんで行きたいなって感じですね。はい。このオーダーで、ね、今年初めて行きましょう。はい。はい、それではリアルタイム対戦やっていきましょう。相手は千賀さん。俺さ、今達人4位なんやけどさ、あとこの1年でさ、名人までいけるかな？無理かな ?1 年じゃ。結構試合数したらいける？どうなんやろうね。いや、まあ目指せ、今年は目指せ名人行きましょう。うん。そして4割。4割バッターで、名人。ね、今年はちょっとね、このメンバーたちからスタートして、頑張ってそこまでね、持っていけるようにしていけたらなと思います。よろしくお願いします。皆さん応援しておいてください。オッケー、最初いいよ。さあ、ザ・ダウ、まさたかさん、いいですね。いいね、いいね、まさたかさん。ラッキー。で、二塁打一本か。まあまあ、頑張ろう。千賀さんな。苦手よな、俺な。オッケー、頑張ります。さあね、今年、もう最初、ここにスタート。スッと合わせて、はい、はい。これをね、練習していきます。真ん中スタートで、あんまり動かさずにタイミングだけかかって、最悪、今日取り直していこう。まあ、一郎か柳田、どっちかが出ればいいというね、私の、このね、メンバーとなってますんで、はい。ツーシームよ。フォークと分からんのよ。いや、ポンポンストライク取ってくるなぁ。最悪ー。どっちかが出ないとさ、やっぱ3番正隆さん輝かないよ。タイミング、ボール球やったー。千賀さんマジ苦手。はい、ワラトウ、はい、ザトウ、はい、これでスリーアウト。よし、1点取るのに行こう。いけるかな、頑張りましょう。え、まだ遅いんか、タイミング。
マジか。タイミングが遅いぞ俺。まずは先頭バッターを打ち取っています。また初球サードが抑えた。今のボールになるんや。千賀さんフォーク大きすぎるって、ゴーストすぎるだろマジで。イエイ。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますね。いやーマジかー。ファールになってくれる、ありがたい。そのファールはありがたいぞ。打ち直しができる、頑張るよ。いけ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 。さあ次、さあ仕留められるか。おしょー、サヨナラ、ありがとうございました。打率は下がる一方で大谷さんえぐいな。エース級のピッチャー千賀さん大谷さんって俺当てられるえぐいて。まあ言ってもこっちも吉野さんだけどな、頑張っていきましょう、よろしくお願いします。いきましょう。どっちかというとね、俺ね高校の方が好き、うん、まあまあ生配信でねずっとしてるってのもあるけど、高校でねどっちかというと高校の方が好きですね、うん、みんな同専攻高校どっちが好きとかある？なんか専攻の時なんか変なプレッシャーあるのね、うん、なんかここ最初に点取ったかな的な、うん、これ3人で終わったらなみたいななんかプレッシャーがあって、できれば高校が好き。OK 行きましょう。とりあえずここを抑えて、ホームライン。これで三振処理。OK。この高めのスプリット。えぐい。これを先制された時の高校のプレッシャーは確かにやばい、うんうん、間違いなくやばい。え、マジか、今のは取れん、今の取れん、きついぞそれは。オレイ、いや、ホームラン1本打たなあかん。大谷さんからきつくね。いや、俺のこの打線ならいける、うん、とりあえず3割打たなあかんしな。ジローさん、ミート打ちで行ってみましょうか。最初何？ボールダメやったー、ボールダメやったー。今日死んでいこう、ギータさんは。点落としちゃった、危ねえ。くっそ、ボール球やって、2人も続けてボール球振ってあかんって、俺。うおー、ビタビタ、俺ボールになると思った。おー、ちゃんと。今ここ抜けたの。今のはおかしい。いや怖えな、ラッキー。ここ0点で抑えたい、ここ0点で抑えたい、マジでマジかよ。ポテンはない、抑えてるやん今のは。そんなことある、泣けそうだぜ今のは。4点、入って7本もヒット打っとる。頭になかった。これはヒット OK。 危ない、もうヒットで抑えられるところやった、危ない。おお、ちょっと落ちた、ラッキーが続く、ラッキー続いてる、ラッキー続いてる。4点でも取らなきゃ、満塁ホームランな、満塁にしよう。どうですか、追いついた、マジか、今の追いつくの。いい感じに打ったはずないけどな。まあ松永さん代打いきましょう。何も出んのか、ちょっとそれは違う、それは違う、それは違う、うん、まあ坂本さんいきます、はい。 OK、 そう、パワーヒッター効果、そうそうそういうの出してから。いやマジ正面、1点も取れねー、出し打率も下がっていく。いやまた藤井さん、藤井さん打てる気せんのよ俺。リアタイ強いと呼ばれているピッチャーたちが今ね私に思いを送っております。はい、カツカツカツ、えぐいな、もうカツ気満々やん。さあ藤井さんに対して打てるのか俺。
打撃を極めし者の中田氏いきましょう。 OK 延長。いやもう俺この試合たち今日の動画ヒット打ててない。まあでもね、まあこんな感じでね、私そんな上手くはないけどもね、頑張っていきたいと思います。はい、プロスピア好き、野球が好き、その理由だけで頑張っております。はい、皆さんね、応援、まあ、一緒にね、マジでやりましょう。生配信ね、頑張ってやりますので一緒にしましょう。ここで打ってかっこよく終わりたいな。オーケー、ツーボールワンストライク、バッティングカウント、次何投げてくるのか、どうですか。オーケー、超えていく。ありがとうございました。だよね、まだ終わってない、まだまだチャンス。松中さん行きましょう。グルヒッター、まあまあいいよ、90パワー90超えてるし、いいよ、このままいく。全身の頭を超えましょう。ボール球やった、オーケー、パワーヒッター効果いいね。よし、オーケー。さあ一郎さん行きましょう。まだまだもう1点欲しい。これダイソーに吉川選手行きます。これをすることによって盗塁があるんじゃないかと警戒してくれるはず。行きましょう。はい、ゲッツなくなりました。はい、イチローさん、ナイスバッティング。これ盗塁した価値あったやん、ほら、でかい、今の盗塁はでかい。空振り、恥ずかしい。本気出してくるってよ、松中さんだぜ、こっちは。あれ、ちょっと引っ張りすぎとんな、俺、マジで。腕を全開打て。まあでもね、引っ張る方がいいからな。うお、ビタビタ、マジかー。ほら、松中さんもびっくりしとる。全員野球、全員野手全員使うから。でパワーカーブ打ててないしな、パワーカーブをちょっと多用していきたいな。そろそろ慣れるかな。まあ、1点はいいとしてゲッツーしっかり取っていきましょう。でレッツ、そうです。で多分パワーカーブ頭に入ってるんで、ここでナチュラルシュートじゃない、ツーシームもね、はい、あえてストライク取っていく。でもうちょっと高めから落ちる、これでストライク OK、 勝ちました、ありがとうございます。3本のヒットしか打ってませんが、打率はすごく悪いですが頑張りましょう。4割いけるんかな今年、マジでこんな感じで。まあね、うん、こんな感じのスタート、リアタイスタートとなります。はい、いやーい、1年後にね4割、そして名人、こちらにたどり着けるかどうかね、頑張っていきたいと思いますんで、ぜひぜひね皆さん私と一緒に頑張っていきましょう。でね、アドバイスだったりコメントどんどんお待ちしております。頑張ってね、再現できればなと思います。はい、それではこの動画が面白ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。お疲れさん。頑張ります。